上、筒井線は、かつて、阪神急行電鉄が保有していた、鉄道路線である。なお、神戸線に対する支線ということで、上、筒井支線と呼ばれていたこともある。廃止時王子公園駅の側線元は上、筒井線の線路であった。阪神急行電鉄は1920年の神戸線、開業時、現在の中央区坂口通り2丁目に、ターミナル駅となる。 神戸駅を設けていたが、1936年に、三宮に神戸駅を設置し、こちらを新たなターミナルにすることになった。その際に急線に関しても、新線と急線の分岐点に、西灘駅を設置し、ここと神戸駅を改めた上、筒井駅との間を折り返し運行にする形で、支線として存続することになった。これが上、筒井線である。 文岐駅として設けられた西灘駅のあたりは、三宮延伸に際して、高架工事が実施されており、神戸線のホームも、高架上に設けられていたが、上、筒井線のそれについては地上を通っていた旧線の、うち、元の下り線に面するように短式のもの一本が、設置され、ここで単純な折り返し運行を行うことになった。また、前線が、それまでの伏線から単線にされ、上、 津井駅についてもそれまでの2面3線の配線が同じく市線の終端駅である美濃駅と同様の1面2線に縮小されている。車両はもっぱら、目黒蒲田電鉄から阪急が譲り受けた90系、電車94.95の2両が交代の単行で用いられていた。乗客が少ないため、結局4年後の1940年に配線とされた。しかし翌年には、 それまで植えつついで接続していた神戸資源が、西名大気を経て原田まで延伸されており、1969年に廃止されるまで実質的な代替機能を果たしていた。また、西名大気付近の地上線はその後も引っ込め線として残り、保線基地として現在でも使用されている。1949年の北の線廃止後しばらくは、それまでの北の線、梅田駅経由に変わる。 新車搬入のルートとして用いられたことがあった。近年大がかりに用いられたのは、1995年の阪神・淡路大震災後の復旧工事に伴い、王子公園駅三陰駅間が暫定開業した時で暫定的に使用する8000軽車両の搬入に使用された、西灘駅帯上筒井駅阪急上筒井線は、ついに廃止に、 決定1938年6月24日付、大阪朝日新聞、ありがとうございます。